どうも、山進んでございます。本日はですね、ある4回生のボクサーについてちょっとお話ししようかなというふうに思います。角海宝石ジムの石上十大選手ですね。先日、A サインと大和魂の共同開催の、試合の第1試合ですね。出てましたね。メインイベントが矢田亮太選手対松永選手の、試合の興行だったんですけど、YouTube でもね、A サインで配信されてましたね。見ましたけれども、その第一試合の、選手、石上十大選手についてちょっと話をしようかなと思います。この選手、今、2戦2敗ということで、KO 負けなのかな ?2 戦2敗、1 KO 負けか、という選手なんですけれども、私、プロテストを受けるときの、スパーリング相手がこの選手でした。この選手の戦績的にはですね、私と今、ほぼ一勝、2戦2敗、2戦2敗で1勝で、ただ石上選手の方が 1KO 負けなんで、私 2KO 負けなんで、ちょっとまた何とも言えないところなんですけれども、彼はですね、2019年11月にプロデビューして、ではプロデビュー戦を、しておりまして、で私も2019年10月に、プロデビュー戦をしてますと。彼は、まだ2戦目なんですけれども、私はもう次12月19日の試合で3戦目っていうことなんですけれども、やっぱこうなんだろう、プロテストのスパーリング相手ってなんかで、同じ日に合格したっていうこともあって、なんかちょっと親近感が、あるんですよね。角海宝石ジムっていうのは結構大きなジムの中で、多分、これまで一生懸命練習して、試合に挑んでいると思います。はい。彼はですね、そこまで背が大きくないんですけれども、頭をねこう下げながら、パンチを打っていくっていうようなタイプの選手ですね。はい。でこの間の試合はライト級かな、ライト級で試合出てましたね。デビュー戦フェザー級なんですけどね。はい。階級を結構上げてきたっていうような、選手ですね。で私プロテストの時はライト級まで落としたんですよ。ジムの方針で、ちょっと減量に慣れた状態で、プロテストを受けようってことで、でライト級まで落として、61キロまで落として、でプロテスト受けて、で石上選手は一応ね、合格した時の階級見たらスーパーライトだったんで、ほぼほぼナチュラルで来たのかなっていうのは、思いましたね。なんで私本当プロテストの時は結構カリッカリの状態で、テストを受けてましたね。普通のね、試合とかだったら前日計量なんで1日食べれたりするんですけど、本当もう計量して1時間ぐらいにスパーリングだったんで、本当もうちょっとなんとか61キロまで落として、でそっからなんかカロリーメイト爆食いして、で水も飲んでっていうような感じで、なんかよくわけわからんような状態で受けて、最後の方ふくらはぎをつってなんか終わったっていうような、ちょっと苦い思い出があるんですけれども、その時のスパーリング相手が石上選手っていう、選手でしたね。これからね、どうするかわからないんですけれども、本当に何だろう、試合をちょっと陰ながら彼を応援していたので、この間の試合はね、カットして、それでちょっと傷が深いっていうことで、ラウンドの途中でね、棄権というような形で、負けましたね。あれってどうなんだろうね、 TKO 負けになるのかな。ちょっと残念でしたけれども、はい。これからね、また、練習頑張るのか続けるのか引退するのかちょっと分かんないですけれども、またね、角海宝石ね、いいジム入ってますんで、はい、頑張ってほしいなっていうふうに思いますね。はい。で私自身も、12月19日試合ですね、あと3週間ですね。あと2ヶ月とかってね、こう思ってたら、もう気づいたらあと3週間ですよね。試合ってそんなもんですよね、まだあと3ヶ月あるな、2ヶ月あるな、もうあと3週間しかない。つっても気づいたら多分あと1週間とかになってると思うんですけど。はい。で、体調もね、今は非常にいいですし、体重の方も、順調に落ちているというところで、体重はもうほぼほぼ大丈夫かなっていうのはあるんですけど、まだねちょっとね、失敗する可能性もゼロではないんで、ね、もしかしたら
ね、もう我慢しきれなくてね、二郎系ラーメン食ってオーバーするっていう可能性がね、まだあと 15% ぐらい残ってるかもしれないんで、はい、ちょっとそこだけはね気をつけながら、これからもまた頑張って練習していこうかなというふうに思います。はい、ということでね、ちょっと石上選手の、紹介というか、まあお話でした。はい、ちょっとすいませんね、ほんとね最近マジで疲れてて、あんまり動画が上げられなくて、そんななんかほとんど何も考えてないような状態で喋ってるんで、ちょっとね適当な動画になっちゃうんですけど、本当申し訳ないですけど、またね本当週に 2,3 回ぐらい頑張って動画出そうかなと思いますんで、よろしければグッドボタン、それからチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではバイバイ。